今から373年前になる。西暦1612年、すなわち慶長17年4月13日、本州と九州を隔てる幅700メートルほどのこの海峡は異様な興奮に包まれていた。源平合戦の古戦場であり、平家滅亡の秘話を語り伝える壇の浦から西へ海上約 3.5 キロ、海峡の西の出口近くにポツンと置き忘れたような小さな島がある。当時はこの島を船島あるいは向かい島とも言った。今この野球グラウンドほどの小島に立って周囲を見渡せば、背後に親島の彦島を控え、右に小倉門司、左に下関の市街が広がり、当時を代表する剣士が2人、満天下の注目を一身に集めて雌雄を決するには、さながらボクシングリングに似た絶好の決闘場であったことがうかがい知れよう。武蔵と小次郎、この二人の決闘に果たしてどのような意味があったのか。天下分け目の関ヶ原合戦を去ること12年、二度にわたる大阪の陣に先立つことおよそ3年余り、時代はこれより徳川300年の太平に入る。とするとこの戦い、戦国乱世に遅れてきた若者たちが精一杯に膨らませた夢の結末であったと言えるかもしれない。ともあれ、巌流島決戦の朝は今まさに明けようとしていた。
宮本様、お目覚めでございましょうか。船島へお供をいたします船頭を連れてまいりましたが、宮本様。そろそろ起きていただかないと辰の刻に。そうじゃの。宮本様、失礼いたします。崖の道を。宮本様。ああ、ご主人か。お部屋にお見えになりませんのでお探ししておりました。心配かけてすまん。水でも浴びたら気が引き締まるかと思って。これ見てくれ。ついでに来よう。ああ、これはこれは。お侍さん、これはどうやって。小舟の中を覗いたらヤスがあったので拝借した。ああ、侍にしておくには惜しい腕だ。めでたいめでたい。船頭、赤間ヶ崎に着くのは何時頃になる。そうだすな、この分野と辰の国を参りましたろ。遅い遅い。私愛の国言は辰の上国だ。もっと早くならんか。そんな言われても。黙らせんと。先生に会えなかったら己をぶっとける。お前乱暴だ。覚悟しとけ。ちっちゃいな。もう今何時ですか。宇野国を回ってくれだよ。間に合うといいけど。大丈夫、間に合いますよ。おつうさんは小川に祈ってるんですもの。海の神様がきっと。申し上げます。巌流先生はただいまお支度中でござりますれば、今しばらくお待ちを。ご機嫌はどうじゃ。ことのほか麗しく。うん、結構。武蔵が世紀はつらつたる朝を迎えたように、小次郎もまた前夜の苛立ちが嘘のように心静かな朝を迎えていた。これ静馬、父上の晴れ姿をよう見ておくのじゃ。いずれそなたも岩国の地で佐々木家を継がねばならぬ。その日のために今日の父上のあっぱれ武者ぶりをの。はい。静馬もはよう父上のような武士になりとうございます。なれるとも。父が剣を教えてやる。はい。よかったの静馬。静馬はずっと父上のおそばにいとうございます。その話はまた後での。はい。ルイ、お召し物。はい。おみつ、紅を貸せ。顔色が青ざめていると思われては心外だが、そちのボタンだけ。はい。
私が。うん、頼む。叔母上、ならばこれにて。ご武運を祈りますぞ。そうだ、静馬にこれをやろう。また会える。旦那様。待っていよ。本日はまた立ち会い人としてご足労をおかけ申す。何分よしなに。巌流、ご機嫌はいかがでござるか。おかげをもちまして本日はことのほか爽やかな朝を迎えてござります。それは何より。それにしてもあの巌流殿、お見送りの門弟衆いささか物々しすぎるようじゃが、まさかご一門打ち揃うて倉島へ押し渡るおつもりではござるまいの。いや、どのような邪魔が入りやもしれず、万が一に備えてのことなればお気になされるな。もとより島へ渡るのは巌流殿と立ち会い人のそれがしのみ。いつも苦いことを言うてさぞかし嫌味なじじいと思いやろうが、試合に臨んで最後にもう一つ老婆心ながら申し上げ、何なりと。勝敗は時の運とも申す。たとえ利を失うことがあって、家中の者や門弟衆が彼を打ち果たして面目を保とうなどとはくれぐれもお考えになられぬように。ただでさえ武蔵殿はただ一人にて敵地に乗り込んでの試合、世間の同情はおのずと彼に集まろう。いささかなりとも卑怯未練な真似があっては我が細川家の恥になる。そこのところをくれぐれも。巌流殿。かたじけのうござります。細川家の筆頭家老としての長岡様のご忠告、巌流肝に銘じまして。お分かりくださるか。はい。おう、そなたとは膝を交えてゆっくり語り合う機会もなかったが。あ、いや、まだ機会はいくらでもござります。なんなら今夜にでも。ほ、これはよい。今の佐渡殿のお言葉そっくり武蔵に聞かせてやりたいものよ。武蔵に卑怯未練な振る舞いがなければよいがの。武蔵殿が逃げるとでも申されんの。いや、これも老婆心でござる。武蔵殿がの、決して敵に後ろを見せるような御仁ではない。必ず来る。もし現れなかったら。山様、それをおっしゃられては。必ず来る。来なければわしが腹を切ってみせる。なんと。ここから
士が武士に惚れるとはそういうことよ。申し上げます。船の支度ができましてございます。昨夜から彦島に門弟30人、船6艘を待機させております。もしもの時は呪しを合図にいつでも飛び出せるように。巌流は知っているのか。いえ。かまん、そのままにしとけ。は。そうになりました。もうよろしいんで。お吸い物だけでは。いや、十分でござる。さようでございますか。宮本様、この男が妙なことを申しておりますので、ちょっとお聞きいただけませんか。どのような。佐助、今言うたことをもう一度お前の口から。ですが、それは大したことじゃねえって言ってるのに。旦那が。何でもよい。気がついたことがあったら教えてくれ。ええ、そんじゃ申しますが、わしの仲間に彦島の漁師で木部って男がおりまして、まあ、それが申しますには、ゆんべから船島の裏側にあたる彦島の磯に侍が30人ばかり野宿をしてるってんで。野宿。ええ、どこの侍かって聞きますと、いや、何でも小倉の方からクジラ取りの瀬古舟を連れてやってきたっていうもんだで、これひょっとすると細川の侍じゃねえかと思いまして、旦那に。なるほど。クジラ取りの瀬古舟とは考えたの。やはり今日の試合に備えてでございましょうか。多分試合に勝ってもおとなしく返してはくれまい。そんな無法な。それでは試合ではない、果たし合いです。戦と同じではございませんか。相手に地位や名誉があれば、得てしてそのようなことになります。宮本様、おやめくださいませ。みすみす殺されに行くようなもの。いや、今さら引くわけには参らん。もとより細川家と一戦交える覚悟でござれば、ご心配くださるな。そんな無茶な。それは無茶というもの。助け、よう知らせてくれた。命拾いしたらお主のおかげだ。礼を申す。ええ、先生、わしできることがあったら何でも言ってください。わし先生が気に入って何でもするでよ。かたじけない。帰りはお主に命を預ける。ほんまかい先生。うん、それしかあるまい。わかった。せりこむねえから逃げたらいいんじゃろう。そうだ。けっ、任しとかんかい。これ助け、お前そんな大きなこと言うて瀬古舟と競って勝てるわけはなかろうが。やっぱりダメかね。あの、大丈夫だ佐助、勝てる。力の限り超えてくれればいい。へえ。竹谷、竹谷、いかん、いかん、入ったらダメだ。竹谷、いかん、わしや、またあちや。ダメです。おう、またや。どうしてももう一度お前に会いとうての。もう出かけるんか。いや、まだじゃ。まあ上がらんか。だって約束の時刻は辰の刻だろ。もうそろそろ出かけなきゃ。かまわん、上がってくれ。よいのかの、邪魔をして。ご主人、絵を描きとなった。紙と筆をご用意願いまいか。それはいくらでもご用意いたしますが、船島まで半時は見ておきませんと。辰の刻までには。お願い申す。さあ、またや、明美。
ろそろ約束の刻限じゃが、武蔵の姿はまだ見えぬようでござるの。何、気にしてはおりませぬ。これが彼のいつもの手でござる。のう竹やん、竹やんて、もう腰を上げんとの、のう。もう辰野国が過ぎたぞ、早くしろ早く。どならんでももう港が見えてまんがだ。おつさん、ほら丘が見えてきましたよ。もうすぐですからね。見せてください、佐賀との海が見たいんです。大丈夫かい、おつねさん。大丈夫。おつは今武蔵に抱かれているような充足感に浸っていた。たとえ会えなくても、この同じ海原のどこかで恋しい武蔵が今髪の根のギリギリと引き締まるような緊張の中で生死をかけた戦いの場に臨もうとしていると思えば、この海のことごとくが武蔵であった。この波のうねり、この風のそよぎ、波が激しい胸の鼓動なら風は熱い武蔵の息遣い。この海原が武蔵なら、いっそこのまま死んでもよいとさえおつうは思った。南雲殿、お急ぎくだされ。もう辰野城国を過ぎましたぞ。年は取りたくないものよ。おいしら先へ行ってくれ。なんのなんの。さあ、真信殿、お捕まりください。おい、いやいや、おお、これは良い見晴らしじゃ。船島はどこじゃ。ほれ、手に取るように。にしても遅すぎるぞ。来る気はあるのか、武蔵は。佐藤殿、ご家老、使いを出しては。騒ぐな、来ると言うたら来る、そういう男よ。松にも限度がある。あと半時待っても来ぬ時は。ふん、来なければわしが腹を切ってみせる。ねえ、竹さんどうする気なんだろうね。見ちゃいられないよ。竹さん、恥かいても知らんぞ。早う出てきてくれ。旦那、なんとか言うてくだされ。ぐずぐずしてると潮が止まるだよ。そうか、潮だ。潮の流れが変わるのを待ってなさるんだ。なんだって。宮本様は帰りの潮の流れを考えておられるんだ。行くときは揚げ潮に乗って楽に行けるが、帰りも揚げ潮では逆になろう。なるほど、それで潮が止まるまでギリギリに粘って帰りは引き潮に乗って。そうよ、それよ。なんとまあ用意周到な。まさに周到な計算というほかなかった。
海峡の潮の満ち干はすでに前日小倉からの帰途にでも調べたに違いない。武蔵の計算をもってすれば潮が止まる美濃国頃に船島に着き、戦いが終わると同時に船に飛び乗れば流れに逆らうことなく無理なく引き上げられるはずであった。どけ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 、試合は船島の試合はどうなったんだ。それがまだらしいんで、船が出た気配はないし、どうなっとるんやら。よし、おいお父さん、お父さん、先生はまだ太郎左衛門殿の屋敷にいるらしい。さあ俺の背中に、これ入るのですか、武蔵様に。いいから早く。お父さん、さ、はい。それ桃と幸せんの。またや、わしが今日までやってこれたのはお前がおったからじゃ。なんでじゃ。それはわしが言うことじゃろうが。いや、そうではない。わしにだってお前と同じ弱さがある。それをお前がまざまざと見せつけてくれたけ、わしは。だけど何やら、褒められとるのか、けなされとるのか、わからんの。まあ、よからくて、わしがお前の役に立っとるな。すまん、許せ。竹さん、死んじゃやだよ。生きて帰ってきておくれ。いいね。ああ、先生、こんなら行くかね。ああ、頼む。任しとかんかい。ならばこれにて。どうぞご無事で。武蔵様、竹蔵さん、お父さん、とうとう来てしまいました。叱られるのを覚悟で。待って、どこまでもついていきます。ここはでも。お父さん、竹蔵さん、しっかりしてくれ。お父さん、この体でよう来てくれた。本当に。そなたに見せたいものがある。一緒に来てくれ。
ここで海を見ていてくれ。あの海を見ていたら、ひとときとしたらわしが帰ってくる。それまでここで待っていてくれ。ここでお帰りをお待ちいたします。海を見ながら、武蔵様、嬉しい。武蔵様がやっと通のものになります。そうとも。一緒に佐野の村へ帰ろう。そこで一緒に暮らすのじゃ。いつまでも、いつまでも。おつ、これ以上は待てん。武蔵は試合を放棄したぞ。巌流殿、引き上げよ。佐渡殿、異存ござる前の。巌流殿、引き上げじゃ。来る、やつは必ず来る。潮が止まった。流れはもう全くなかった。そうじゃろう、そうじゃろうて。策を弄するにも程がある。おのれ武蔵、おお、船が行く。竹蔵の船が行くぞ、うん、頼むぞ武蔵殿。見ておけ、武蔵殿が一命を晒してそなたに教えてくれるものを見逃すでないぞ。はい。臆したか武蔵、早身の刻を過ぎたぞ。恥を知れ武蔵、わざと約束の刻限をたがえて相手の気を使うお主の戦法、吉岡一門との戦いでとっと承知じゃ。松代まで物笑いの種にならぬよう心してこい。いざ
来い武蔵。押し屋小次郎、早散るを急ぐか。何を申す。勝利を縁とする者が何故鞘をするや。何。黙れ黙れ。何をたばけたこと。小次郎を破れたり。勝負。息がある。手当て次第では。さらば小次郎。のろしや、のろしをあげよう。ほっ。おゆしむよ、逃がしてやれ。佐渡殿。それが勝利者への礼儀というものよ。おゆしむよ。
武蔵が小次郎のとどめを刺さなかったのは彼が狼狽していた証拠だとして後の世まで批判の対象となった。波祭は人の世の常である。泳ぎ上手に雑魚は舞い雑魚は踊る。されど誰か知ろう百尺下の水の心を水の深さを。武蔵は今武将にお通に会いたかった。お通あれは雲あるさ涙の後には虹も出る歩いて行くんだしっかりと自分の踏みしめて人生勇気が必要だくじけりゃ誰かが先に行く後から来たのに追い越され泣くのが嫌ならさあ歩け。熊本を後にした水戸老公は物見のため助三郎と八兵衛を先行させ自らは角之進と共に綾姫を守って長崎へ向かっていた。ご隠居、八兵衛のやつ大丈夫でございましょうか。何しろ長崎は我が国唯一の外国への窓口、いろいろ珍しい食べ物がございますから。実は私もぜひ一度は参ってみたいと思っておりましたが思いがけず願いが叶いました。綾様、遊山旅ではございません。もはやお国元へ間近大野劇が何か手を打ってるやもしれませんぞ。存じています。だからこそご隠居様は先方の出方を見るために長崎へお寄りになろうとおっしゃったのでございませんか。その通りです。すごいな、あちらさんのお祭りは神輿の代わりに龍が出るってわけですか。ああ、
これが長崎名物のジャオドリってやつだ。ジャオドリ、あちらの竜が日本に来ると蛇になるってわけですね。そうだな。でも一体何のお祭りですかね。何でも皇室様のお祭りだそうだ。あの C のたまってやつですか。おお、ハチ知ってる。あっしはね、 C 曰くよりもしっぽく料理の方がいいんだけどな。ハチ、物見さんに来てるわけじゃないぞ。習ってますよ、せっかく長崎に来たんですからさ。ね、お、ハチどうしたんです。ああ、スケさんは娘っ子には目が早いんだからな。でもあちらの娘さんもいいな。ハチ、バカなこと言ってんじゃない、よく見ろ。アンジアの手下か。アンジア？それは足が引き受けた。おう、頼むぞ。早いとこ行きなさい。おう、ありがてえ。何？鳥にが来た？妙な町人とも邪魔しようて。西海屋殿、何か心当たりあるか。まさか平戸屋が。平戸屋？この長崎の町年寄でな、私の目の上のコブだ。明国に肩入れするとすれば、まずあの男だが。遅い。もうお付きにならねばならぬはずだが。何かあったんじゃありませんか。いくらしっかりしたお方とはいえ、お一人でいらっしゃるとは。危ないとお止めしたんだが、一人の方が帰って人目につかぬとおっしゃって。それにしても秦国が莫大な賞金をかけて探しておると申しますのに。だからうちで守って差し上げねば。阿部吉。はい。ここに秦国が出した人相書きの写しが。お前ご苦労だが、お探し申し上げておくれ。はい。文吉、お前を見込んで頼む。くれぐれも気をつけてな。はい。一刻も早く弾を押さえねば。わざわざ秦国からここまでやってきたこと全部水の泡ね。そうだ、こちらも同じことだ。こうなったと仕方がね。物入りだが、あのお方の力を借りるか。西海屋、これほど張り込んだところを見るとその女、よほど金になると見えるな。はい。それにあちらとの取引もずんと都合よく参りますので、お力を持ちまして、首尾よく女が手に入りました暁には、いずれまた改めて御礼を。わしも長崎奉行のお役にとどまっておるためには、江戸の柳沢様に少なからぬ進物を送らねばならん。その辺のことも心得てな。それはもう、私どもといたしましても末継様にはいつまでもお奉行様でいていただかなければ。そのためにも何とぞ。分かった。斎藤は、直ちに人相書きを配って探索に当たらせい。は。
居様、いよいよ長崎でございますね。私噂に聞くカステーラとやらいう箇所を試みてみとうございます。綾様、何ですか八兵衛のようなことをおっしゃって。まあ怖い。これ女言葉はなりませんぞ。待て、その方まこと男か。何、お役人様、それはどういうことでございますかな。我らは長崎奉行所より手配の女を訪ねておる。この通り、念のため改め。あ、無礼な。あ、どう、うん、俺へ手向かうか。ストライク。どうやらうまく巻きました。しかしどうして長崎奉行所は怪しめ様を。わかりません。しかしまるでモロコ星でも来たようでございますね。うん、そうですな。長崎には当人も多く住んでるようですから、その人たちのための寺でしょう。うん、賀来さんではない。幼い者を盗め飯しよって。あんまり腹が減ったんで、よんどころなくお許しを願って。あ、そんなことはどうでもいい。さ、出ろ。あ、ご隠居。綾様、よくご無事で。あの、助さんはどうしたんですか。助さんって私が知ってるはずありませんでしょ。そんな、綾様が当時のなりをして怪しい当人にさらわれたのを助さんが助けたんですよ。何ですか八兵衛、当人だのさらわれたのと。綾殿は私たちとずっと一緒だったんですぞ。本当ですか。そうだ、どうしたのだ八兵衛。おかしいな、ここに綾様がいるとすると、あっちの綾様どうなってんだい。というわけなんで。しかしその娘をどうして当人が狙うのかな。足に聞いてもわかりませんけどね。お姫様、ようこそご無事で。姫様、あんた何を言ってるんだ。このお方は。いえ、ご心配なく。手前は平戸屋の手代で文吉と申します。それにしてもお姫様、見事にお姿をお買い遊ばされましたな。で、皆様方は。はい、たまたま妙なご縁でこのお方とな。ああ、これはこれは、ようこそおいでくださいました。手前が平戸屋半右衛門でございます。どうぞお見知りおきのほど。これはご丁寧なご挨拶、痛み入ります。私は越後のちりめん問屋の隠居で三右衛門と申しますが、これは友のものでございます。ところで平田屋さん、一つ
お聞きしたいことがあるのですが。はい、何でございましょう。あなたのお店の人が私をお姫様と呼んでおられましたが、人違いをなされているのではありませんか。おのと、ご覧の通り歴とした日本人でございます。他の国のお姫様ではございません。ではそれを承知でここへ。お待ちください。実はあなた方が人違いをされたらしい娘子は、私のもう一人の友が助けて一緒に逃げております。お友の方が。その部屋を調べろ。お、異常はありません。よし、向こうだ。はっ。大丈夫だ、脈はしっかりしてる。まあ、ジャジャ馬様にはいい薬だったかもしれんな。気がつかれましたか、姫様。お静かに、姫。あ、まだ動いてはなりません。それにしても姫、少々老いたが過ぎますぞ。姫、どうなさったんですか。助三郎ですよ。さあ、安心してしばらくお休みなさい。姫、な、何をするんですか。どうした。はあ、確かに物音がしたんですが。何？念のために改めてみましょう。よし。猫ではないか。おかげで飛んだ暇つぶしをしてしもうた。行くぞ。早くしろ。あんた、日本人じゃないな。安心しろ。私はあなたの味方。味方、わかるか？うん？そうか。どうやら分かってくれたようだな。しかし、こんなところに長屋無用だ。立てるか。立てる。よし、来い。ちょうど役人が調べていったから、まず大丈夫だろう。さ、どうぞ。どうやら私の言葉が分かるようだな。はい、少しなら分かります。そうか。私の名はスケさん。スケさん。あんたの名は？ゲホ。あの、日本の人、玉か言います。玉か。
いいなどな。玉下講師、平戸屋さん、その講師というのは確か明国のお姫様のことでございましたな。はい、よくご存知で。じゃあ、あの人もお姫様なんですって。いや、何それにしても平戸屋さんは大胆なお方でございますな。明国のお姫様をおかくまいなさるとは。宮中懐に入れば領主もこれを打たずと申します。清国のためにお国を潰され、よるべないお身の上におなり遊ばされた姫君をお助け申すのは人として当たり前のことでございます。当たり前のこととおっしゃいますが、鎖国のご禁制以来、外国人の取り締まりはことのほか厳しくなっていると申すではございませんか。それを犯して密かに入国された方をかくまえば、この身は死罪、店は結社ということになりましょうな。それを承知の上で。はい、他の国のお方は何よりも仁と義とを大切にしておられます。それに背くようでは日本の恥と存じまして。では平戸屋さんは日本の面目のために命を懸けられるとおっしゃるんですか。この長崎は海の外に向かって開かれた日本の窓口、ここで交易に携わる商人が外国の方々に恥をさらすわけには参りませんからな。いや、驚きましたね。すごい度胸だ。お侍さん顔負けだ。まこと感じ入りました。で、その明国の姫君を狙ったくせ者は。おそらく清国の手先でしょう。清国は莫大な賞金をかけて明の王族の方々を追い求めていると申しますから。おお、ではあんたは海鮮問屋の平戸屋に行くつもりだったんですか。はい、その途中国の祭り見てつい懐かしくで。手間取ってる間に奴らに狙われたというわけか。しかし困ったな。町には役人の目が光ってるし、どうしてあんたを平戸屋に届けるかな。いや、大丈夫、あんたには私がついてる。はい、さあ休んでください。私が起きてるから。はい、明日になったら何とかします。今は寝ること。はい、スケさん。何です。ありがとう。松下電器のロボットがとうとう似顔絵まで描き始めた。このロボットはビデオカメラが捉えた画像から一瞬のうちに点や線の情報を分析して記憶します。そのデータをもとに手を上下前後左右に自由に動かし、同時に筆の力も微妙に変え、生き生きした似顔絵を描き上げるのです。これからのロボットに必要なのは対象を識別する能力と繊細な動き。うん、なかなかいい男だ。松下電器の技術がまた少しロボットを人間に近づけた。似顔絵ロボット、筑波博でお会いしましょう。ご隠居、助さんと明国の姫君は大丈夫でしょうか。平田屋さんが手を回して町の様子を探っています。何も知らせがないのは無事な証拠です。でも気になりますね、こうしてただ待ってるってのも。はーい。はいや、
どうよ。どうですか、似合いますか。似合うどころかあんまり綺麗で肝を潰しましたよ。やっぱり女ですね。八兵衛、姫様、なぜそのようなお姿に。町へ出てみたいと思いまして。綾殿、おとりになるつもりですかな。はい、このままでは助さんも民の姫君も動きが取れますまい。私がお役人を引きつけておけばその隙。何をおっしゃいます。そのようなことをなさって、もし役人に捕らえられたら。平気でございます。綾は日本の女子でございますもの。長崎の町を歩いて悪いという方はございません。なるほど、それはそうだ。こいつは面白い手を思いつきましたね。八兵衛、面白がってる場合ではないぞ。役人の方はそれでいいとして、もし秦国の刺客が現れたら。その時は格差に対峙していただきます。それとも秦国の憲法とやらが恐ろしいございますか。これはしたり。なんで私が。では決まりました。ご隠居様、よろしゅうございましょう。あ、カステーラ。綾様、分かっております。どうやら行ってしまったようです。ではもう一度。綾姫様、今日はこの辺りでお引き上げなされては。いいえ、もう少しおとりの役を。綾だ、準備しろ。助さん、冗談言ってる場合ではないぞ。いや、それはこっちも同じことだ。綾様、何ちゅう無茶なこと。助さんたちのためですよ。え、守備よく会えてようございました。何、良いファーが。奉行所から知らせがあったんだ。間違いないだろう。しかし、それを助ける者は。おそらく平戸屋だろうな。平戸屋。ああ、あいつ以外にそんなことをする奴は考えられん。平戸屋め、つまらぬ男気を出したばかりに自分の首を絞める羽目になったな。ということは、鎖国の御禁制を破って民国人をかくまった罪でお奉行様に始末していただくのだ。つまり、あんたが長崎一の海鮮問屋になるというわけだ。その通りだ。その上、平田がうすうす気づいていたらしいので手控えておった抜け荷の方も安心してできるというものだ。そのためにもまず玉下講師を抑えることだ。どうです、食べられますか。あ、お、おいしいです。助さん、ありがとう。お気の毒に。民国の姫君といえば、いつも三階の珍味を召し上がっておられたでしょうに。そのような食べ物を喜んで召し上がられるとは。お気の毒。いいえ、私幸せです。幸せ。はい、日本行くさない、人々安心して暮らせます。私行くさない国に来られました。幸せです。そう、玉下さんは戦のない国を求めてこの日本に。はい、でもそれだけでありません。私、日本に会いたい人おります。会いたい人。エ
江戸という町に春水先生いうお方。ああ、春水先生といえばご隠居が引き取られて今は小石川の上屋敷におられる。ご隠居誰ですか。誰だ。助さん迎えに来た。今のうちに早く。玉花さんを助けるためにもう一働き。しかし姫、くれぐれもご用心を。分かっております。では助さん、これを。何だこれ。ご隠居のお指図だ。ワルドも平戸屋におびき寄せるためさ。よし、分かった。まだ吐いてもらいたいことがあるんだ。あんねん種類。しまった。ご隠居に伝えておくんなぜ。奴らの後ろ盾は海鮮問屋の再開屋と奉行の末継源次郎でござんす。数をおかけいたしました。ではこの女が民国から国金を犯して入国してまいったのだな。恐れ入りましてございます。他の男たちはいかがいたした。さてどういたしましたものか。おやつ、役人を愚弄いたす所存か。あ、いや、この件は私たちだけで企てましたこと。責めを負うのは三人でよろしかろうと存じまするが。そういうわけでございますから、何とぞご存分に。うん、よし、縄を打て。お、おや、ここはどこでございますかな。奉行所へ行くのでは。すべこべ申すな。おとなしく入ってくれ。あ、はい、これこれ、乱暴はいけません、乱暴。おさい、おとなしく入っておれ。ご隠居様、これは一体。いや、思った通りでしたな。奉行所では私たちを闇から闇へ葬ることはできませんからな。ではご隠居様、それをご承知の上で。虎穴にいらずんば孤児を得ず。孔子様、これはあなたの国のことわざでございましたな。よし、お奉行様、おかげさまでうまく参りました。他の連中がどこへ消えおったか少々心がかりだが。なに、あ
の三人を捕まえれば後の連中は頭を失ったも同然、まもなく我らの網にかかりましょう。おっしゃる通りでございますな。ですがその網でございますが、今宵は浦上川の河口だけはお目こぼしのほど。何と申す。はい、実はそこへ宝船が着きまする。今夜やるつもりか。はい。その取引決まった。外国の悪党と手を組んで日本の恥をさらす下同盟、その悪運も今宵限りだ。もはやこれまでと関連せい。身の程知らぬやつめ、貴様たちこそ死ね。獣め、今度は逃がさねえぞ。ディスクロードショー、どこへ行こうか。心に焼き付く名場面がワンタッチで鮮やかによみがえる。映画も音楽もビデオディスクはナショナルのディスクロード。これだよ。RGB 対応 64KB セパレート型のナショナルパソコンキングコング、お求めやすい一体型も3色揃って新登場。再開や、荷はまだか。ほどなく着きましょう。今宵の品物は一品揃いでございまするぞ。
そうか、それは楽しみなことだな。お奉行様にはもう一つお楽しみがございましょう。おい、蔵の中の女いかがでございますか。前祝いに明国の女か、悪くないの。開けろ。女、出ろ。おお、来たか。待ちくたぶれておったところだぞ。さあ、ちっこ。もう無駄じゃ。おお、観念いたしたようじゃな。観念するのはその方じゃ。何をする。こうするのじゃ、国民め。はい、お呼びでございますか。ああ、じじい、いつの間に蔵を。お天道様が開けてくださいました。悪人どもを退治せよとおっしゃいましてな。何、うわっ。あ、そろそろあちらの方へ宝船の荷がつく頃ですな。楽しみでございますな。お、ついたか。上手見だったな。にはな、あっちの方へ。どうしたんだ。この秦国の方たちは。あんたたち青龍の仲間じゃないな。その通り。あの男は悪の報いで地獄に落ちた。一足先に行ってお前たちの来るのを待っているそうだ。お前たちは。西海屋十兵衛、長崎奉行節具源十郎と組んでの悪事の数々、しかと見届けさせてもらったぞ。今こそその報いを受けるがよい。これでやっと役者が揃いましたな。おのれ、どなたと心得る。恐れ多くも先の副将軍水戸光圀公にやらせられるぞ。ご老公の御前である。平高い控えおろう。節具源十郎、
長崎奉行の要職にありながら西海屋と結託いたし悪事の数々不届き至極であるぞ。何を証拠にそのような。動かぬ証拠はその抜き主だ。よし、その上この光圀が友のおた娘に対して何をした。恥を知れ。ではその女は明国人では。私の言葉遣いでお分かりでしょう。私が明国人に見えますか。その通り、この娘子は歴とした日本人じゃ。ただいささかじゃじゃ馬での。ご老子様平戸屋にあちらの衣装をねだった挙句この始末。これはおかげでそちにもとんだ迷惑をかけましたな。幽霊の正体見たり枯れ尾花。明国から密かに入国した女子などはいなかったわけよ。せつも再会や。欲に目がくらんで日本の恥を外国にさらさんとした罪は重いぞ。きっと救命もしつける。覚悟いたせ。これで長崎の掃除が済みましたな。これが長崎名物のしっぽく料理でございます。これがしっぽく料理ですか。はい。いや、夢にまで見てたんです。いただきましょう。これしばらく待ちなさい。これは驚いた。綺麗ですよ。どっから見ても日本の娘さんだ。本当ですか、綾様。本当に綺麗。でも口を聞いてはダメですよ。そうです。あなたは私の言いつけで江戸の綱枝殿に長崎名物のからすみを届ける使者。口を聞かずともこれを見せるだけでよいのです。その通り。これさえ見せれば誰でも恐れ入ってしまいますからね。あなたはただ黙って威張っていればいいのです。はい、助さん、お世話になりました。ありがとうございます。いや、孔子様、江戸までは手前どもの船で無事にお送りいたしますゆえ、何卒ご安心くださいませ。江戸の屋敷にはあなたが会いたいと言われた朱春水先生がおいでになります。みんなで仲良く暮らすがいい。はい、ありがとうございました。ではあなたのお国風に乾杯といきますか。それでは乾杯。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 で目が覚めるようでしたね。特にあの民国の着物、よかったな。そうですか。実はね、私もぜひもう一度来たいと思って平田屋殿にお頼みしようかと。綾様、何をおっしゃいます。国元の大事に赴かれる方が着物のことなぞ。母さん、そうはいいけどな、女子というものは着物のことや髪飾りのことになるとどんな時でも目の色が変わるものさ。助さん、さすが助さん、その道で苦労しただけのことはあります。国は変われど二つの花が変幻自在に織りなした夢幻の美しさ。異国情緒の長崎跡に水戸老公一行の旅路は今日も明るかった。人生いら
くありゃ雲もあるさ。涙の後には虹も出る。唐津へ着けそうですね。うん、先ほどの道しるべに唐津まで6里とありましたからな。その先がいよいよ目的地の福岡。どの道一波乱は免れんじゃろうが、綾殿、しっかりと心構えをしておくことじゃな。はい、承知しております。アジン、さすがにお前も緊張してるな。え、何です？いつもの調子が出ないじゃないか。ご隠居、唐津のお前もな、何ですかってこれだよ。聞いたって無駄でしょ。カラスといえばカラツ焼き、焼き物で有名なことぐらい明日って知ってますよ。ああ、そうか。うん、その通りです。東の方では瀬戸物といい、西の焼き物をカラツ物というぐらいですからな。カラツ焼きの代表的なものは茶器ですな。うん、綾殿、私も優れた茶器をいくつか拝見いたしました。しかし八兵衛、他にもいろいろあってな、早い話がこの近くにひなびた湯治場があるはずです。そんなこと言ったって寄るつもりなんかないんでしょ。いや、慰霊に使って旅の疲れを癒すのもいいかもしれませんな。本当ですか？お隠居、のんきなことをおっしゃっては困ります。まあまあ、ものは考えようです。敵地へ乗り込む前に緊張をほぐして新たなる英気を養う、これ極意ですぞ。ご隠居様、体の具合でも悪いのではないでしょうか。うん。お母様、失礼でございますが、もしお加減でも悪いようでしたら薬などを所持しておりますが。それには及びません。うちは揉めをしているだけですから。は？ご心配おかけして申し訳ございません。ここまで来ましたら急に母が帰りたいと申しましたものです。梢さん、私は初めから嫌だと言っていたのです。爪に火を灯すような暮らしをしていてそんな余裕はないはずですからね。お母様、私の痛風など大したことはないのです。でも小太郎様がせっかく。無理な親孝行などしてもらいたくはありません。これはどうもとんだお邪魔を。申し訳ございませんでした。勘違いいたしまして。そりゃ私も同じです。しかしなんとなく気の毒でしたな、あの娘さん。嫁と姑だな、助さん。ああ、世間によくあるやつだ。いいから急ぎましょうよ。明日ね、もう一風呂浴びたくてしょうがないですよ。さあ行きましょう、行きましょう。なあ、これはもう我慢できない。もう上がりますよ。何言ってるんだアジ。おお、まあまあまあ、ゆっくり疲れよ。ほら、ほら、アジ大丈夫か。
客さんたちも早く風呂に入るとええのに。ああ、ありがとう。本当にどうぞ。もういいよ。まず綾様からです。その間私はそろばの外で見張っています。それが役目ですから。その方がかえって落ち着きませんね、私としては。いやいや、そんな絶対中を覗いたりはいたしません。あ、おいでなさいませ。さ、どうぞ。もし小杉様ではございませんか。いや、お久しぶりでございました。焼き物問屋の井筒屋さんでございます。ご道様でいらっしゃいますか。これはどう、お厚にご目にかかります。私は物産型支配の田中十内様とはご実婚に願っておりましてな、村田様の噂もしばしば耳にいたしております。小杉様、今日はここへ菊間様もお供を連れてお見えになってらっしゃるんですよ。ご家老、月岡田能様のご子息様でございます。ご家老様の。小杉様がご実家におられた時からご存知で、まあ、一時はお屋敷に奉公に来ないかというお話もあったくらいで。それでしたら早速ご挨拶に上がらなくては。いえ、ご母堂様が顔を出しになっては菊間様も帰ってご窮屈でございましょう。いかがでございましょうな。ほんのしばらくの間小杖様だけお借りできないもんでしょうかな。ええ、その方がよろしければそれで。いや、言ってみればこれもご奉公の一つで、まあこのことは私から田中様によくよく申し上げておきます。はい、お願いいたします。小杖さん、くれぐれも粗相のないようにお願いしますよ。うん、あー、おいしい。若様もどうぞ。菊間様、珍しいお方をお連れしましたぞ。うん、おお、これは驚いた。さあさあ。ご無沙汰いたしております。そうそう、さあさあ、お前さんは下の座敷だ。地獄より遠慮じゃん。小太郎も豪気なものだの。敬愛の身でありながら母親と女房を当時へ汚すとはな。お恥ずかしゅうございます。いや、いや、そのぐらいのことをして当然だ。わしが好いておったお前を横取りして自分のものにしてしまったのだからな。小杖、わしは悔しかったぞ。今もその思いは変わらぬ。小杖、何をなさいます。さあ、お話しください。わしの気持ちは分かっておるが。月岡様、ご無体が過ぎましょう。私には夫のある意味お忘れでございますか。だったら離別すればよい。わしは面倒を見てやる。一軒持たせて贅沢三昧させてやる。おやめください。おやめください。くぜ。こちらでございます。申し訳ございません。あなたは先ほど。何をするんだ貴様。それはこちらが聞きたいことだ。話せ。わが。どうなさいました。安楽様、町人の分際で逆らう気か。まあまあ待ってくださいな。どっちが悪いのか話を聞いてからにしましょうや。おっ、若、苦労する気か貴様よ。貴様、おう、母さん、どうした。どうもこうもない。お侍さんに言いがかりをつけられて困ってるんだ。なんだと。こいつ、とぼけって。何があったか存じませんが、ここは一つこの年寄りに免じてお許しくださいませ。ならん。じゃあその女に用があるんだ。余計な構え立ておいてはそうためにならんぞ。これはまた威勢がいい。母、張本人はあなた様ですな。この無礼者め。この方は誰だと思っておる。ご家老月岡田能様の
ご子息様だぞ。ほほう、そういうお方ならなおさら名前を大事にしなくてはいけませんな。何切られたいのか、じじい。わからんお人たちだ。どうしてもというなら表でお相手しましょうか。何者だ貴様よ。そんなことはどうでもいいでしょう。それより揉め事になった司祭をお聞かせくださいませんか。菊間様、もういい、帰るぞ。若はだらしのない邪魔を見せて。そのね、どこにでもいるもんですね、ああいうのは。どうやらかえって悪いこと。いいえ、どうもありがとうございました。なんてことをしてくれたんです、小泉さん。あれほど言っておいたのにご不興を買うなんて、相手がどういうお方か考えなかったんですか。申し訳ございませんでした。一緒にいらっしゃい、お許しいただくまでお詫びをするのです。いや、もう先方は帰ってしまいましたよ。なんですって。罰が悪かったんでしょう。まあ、明らかに火は向こうにありますからな。まあほっとけばよろしいんじゃございませんか。余計なことは言わないでください。大体あなたたちのおせっかいがことを大きくしたんじゃありませんか。それは認めます。ですからこうしてお詫びに。助さん、お前さんももう一度謝りなさい。どうもすいませんでした。謝ればいいってもんじゃありません。お母様。あなたは黙ってなさい。はい、もう結構です。早く引き取ってください。あ、どうも。あの、ご隠居さん。はい、何でしょう。一つ注意しておきますが、年寄りは年寄りらしく、少しおとなしくなさった方がいいでしょう。出会い頭だったもので、私もつい。思ったよりおてんばなんですね、綾様は。八、言葉に気をつけろ。あ、それだけ正義感が強くていらっしゃるんだ。ものは言いようですね。ご隠居様、いかがでしたか。ああ、なかなか気難しい母親じゃが、まあこれ以上立ち入るわけにも参りますまい。助さんもとんだとばっちりを受けましたね。お、いや、しかしな、面白いこともあったぞ。ん、あのおふくろさんな、なかなかいいことを言った。助さん、余計なことは言わんでよろしい。ごめんくださいまし。あれ、まだお済みじゃ。構いません、下げてください。お母様、少しでも召し上がってくださいませ。食べられますか、こんな時に。さ、はい。おそらくこれでまた小太郎の立場ますます悪くなることでしょう。お母様、聞いてください。私だって精一杯我慢してお酌までしたんです。でもひどい仕打ちをされて、これでは小太郎様が恥ずかしめを受けているのと同じだと気づいて。分かってください、お母様。小泉さん、私は今日のことだけを言っているのではありません。あなたも知っての通り、小太郎の父親はお難度役小頭を務めておりました。武士としての忠節を常に心がけていた人で、病気で早死にさえしなければ相当出世をしただろうと皆さん惜しんでくださいました。小太郎も当然その意志を継いで立身出世を目指すべきなのに、それがどうでしょう。まるで侍らしからぬ毎日。はっきり言いますけれど、あなたが嫁に来てからそうなってしまったのです。そもそも職人のうちから嫁をもらったことが間違っていたのかもしれません。ありがとう。ごゆっくり。さあ。ではここで廃盤をしておりますから、どうぞごゆっくり。どうも。
あなたでしたか。驚かせてごめんなさい。実はちょっとしたわけがあってこのような身なりをしてますけど。武家の家では女はとかく辛い立場に立たされますけど、どうか辛抱なさってください。真心というものはいつかきっと通じるものです。でも結局は慰めにしか過ぎなかったわけですから。それにしても賀来さん、あの家老のバカ息子がどう出るかちょいと気になるな。なんとも後味が悪い。それでは唐津に着いたら早速口直しをしましょう。本当ですか。うまいものが食べられるんですか。残念でした。唐津焼きの釜場を見せてもらうんです。職人たちが苦心して作り出す姿に触れれば心洗われる思いがするでしょうからな。焼き物ですか。また食べられないや。あ、私がここの主でございますが。突然お伺いして申し訳ございません。はい、私は越後のちりめん問屋の隠居で三右衛門と申しますが、このように友の者を連れまして気ままな旅を続けております。ご当地に寄りましたからにはぜひ唐津焼きというものを知っておきたいと思いましてな。すると釜場をご覧になりたいというわけで。はい、土地の方にお聞きしましたところ、こちら様が一番古くからの釜本さんだと聞いたもんでございますから。さあどうぞ。はい、お邪魔いたします。ほう、これはまた変わった茶碗でございますな。とおっしゃいますと。マダラカラツだと思いますが、この上薬の色が従来のものとは違った新しい工夫がなされているような気がいたしますがな。これはお目が高い。実は唐津藩の物産方にお勤めの若いお武家様が工夫されたものなんです。お武家様。何でしたらお聞き合わせいたしましょうか。お住まいも近くですし、それは気さくなお方ですから。はい、ぜひ一つ。相変わらずご熱心ですね。南宋画を取り入れてみたんだ。早速今夜焼かしてもらうぞ。それはもう楽しみにしております。この方たちは。実は手前のところへ立ち寄られました旅のお方なんですが、小太郎様のお話をいたしましたところ、ぜひお目にかかってみたいとおっしゃるもので。それはどうも。確か寺沢島の神様が高麗から刀工を連れ帰ったのが唐津焼の始まりだと聞きましたが。その通りでございます。その後絵唐津、マダラ唐津、ハケメ古式などの技法が生まれたんですが、小太郎様はそれをさらに改良なさろうと。いや、そう言われると甚だおこがましいのですが、できればその高麗的なものの中に日本的な美を加えられればより親しみやすい風情が生じるのではないかと思いまして。ほほう、
高麗の味をそのまま受け入れるだけではなく、我が国独自のものに変えていこうというわけですな。もともとが侍ですから、どこまでできるか分かりませんが、私が唐津藩のために役立つとすれば、この好きな仕事しかないと。ただいま戻りました。ちょっと失礼。ご隠居様、今の声らしいですな。驚いたな、母さん。世間は狭いってやつだな。知りませんよ、私は。母上、どうなったんです、たった一日で。お父様、お邪魔いたしております。向こうで何かあったんですか？それは梢さんからお聞きなさい。申し訳ございません。手前が勝手にお客人を連れてきたりして。昨日は余計なおせっかいをいたしまして。知り合いなのか、小勢？はい、事の起こりはこの人たちなのです。いえ、それは違います、お母さん。あなたに言ってるのではありません。母上、この家までやってきて、どこまで波風を立てれば気が済むのです。いえいえ、別にそんなつもりでは。さあ、早く連れて帰ってください。この人たちの顔は見たくありません。はい。申し訳ございませんでした。たびたびお騒がせして。そうでございましたか。菊間様のことでは、私もあの頃ずいぶん頭を痛めましたが、いまだに娘にご就寝とは。それにしても、お姑さんとの仲が日頃からしっくりいっていないような感じでしたがね。ご存じなかったんですか？ええ、娘の話では、お母さんがとても優しくしてくださる。毎日笑い声が絶えないと、愚痴など一度も聞かされませんでした。あの年じゃそう簡単には治らんだろうしな。頑固そうですね、誰がさん以上に。物産方支配、田中様のお耳に入る前に何とか手を打つ必要があります。しかし酒の席のことだというのですから。小太郎、相手は月岡様のご子息様なのですよ。小杖だって好んでことを構えたわけじゃないんですから。誰もそんなことは認めてくれません。放っておけば間違いなくあなたの出世に障ります。それでなくても侍のくせに土いじりばかりしてと皆様に陰口を叩かれて、悔しいとは思わないのですか？草葉の陰でお父上がどんな思いをなさっておられるか、少しはそれを考えてみたらどうなんです。もうよろしいのですか、母上？小太郎、早く食事にして釜場へ行きたいのですが。お母様、食事は早めにしてほしいそうです。はい、わかりました。私はいりませんからね。どうぞごゆっくりと。隣も空いておりますから、どうぞご自由に。ご迷惑ではないですかな。私の方からお願いしたんじゃありませんか。力になっていただきたいと。それではお言葉に。では早速夕食のお支度をさせますから、ごめんください。きっとご馳走が出ますよ。お頭付きですかね。八兵衛さん、ご隠居、まさか投留なさるつもりではないんでしょうな。場合を考えてくださらないと困ります。分かっています。しかし嫁と姑とのことはとにかくとして、あの家老の息子が果たして黙っているかどうか、それに村田小太郎という若侍に難儀がかかるような気がしてならないんです。うまく焼けるとようございますね。これまで通りの上塗りで絵の柔らかみが出るかどうか、問題はそこだ。小勢。はい。母上のことだが、頼む。
何をおっしゃるんですか。辛いなんて思ってないんです。私いつかはきっと母上にも分かってもらえる時が来ると思うんだ。はい。仲間の者がどう言おうと俺はこうしていることが唐津藩のためになると信じているんだ。それも一つにはお前がいてくれるからくじけずに続けていられるんだ。あなたそのお言葉だけで私はもう小杉なるほど。唐津藩の財政立て直しを理由に陶器全般を一手買い上げにするというのか。はい。そしてこの井筒屋を問屋総代という形で窓口にすれば必ずや巨額の利益が転がり込んでまいりましょう。その手立ては手前にお任せください。一定の価格を定め職人たちの工賃を抑えることができれば奴らは暮らしのためにそれなりの仕事をしましょう。質より量というわけか。はい。面白いかもしれんな。ご家老さえその気になってくだされば万全でございます。よかろう。小金の山にうずもれてみるか。だが十内、あ、物産方の内部はその方の力で抑えきれるのであろうな。すでに根回ししてございます。ただ一人融通の利かぬ者がおりまして。ん？村田小太郎と申す気配者でございますが唐津焼のこととなると目の色を変えまして。田中様、気圧めを物産方から追い出してしまえば。そのためには表立った理由が必要だ。下手をすればそういうやつに限って脱藩して江戸表の殿へ直訴という命知らずのことをやりかねんからな。誰だ。菊間か。父上、話はちらっと聞かせてもらいましたがなかなか結構なお話ですな。十内、小太郎ごときのことで思案に苦しむことはあるまい。あ、奴に罪を犯させればよい。事と次第によっては切腹にまで追い込める。わか、わしも小太郎には煮えくり返る思いをさせられているんだ。のう井筒屋。はい。わしにも意地がある。このままでは腹の虫が収まらん。おい小太郎、これから帰ってまた泥をこねるのか。貴様それでも侍なのか。あ、そんなだから女房に愛想つかされるんだぞ。知らないのなら教えてやろうか。お前の女房はな、貧乏暮らしに飽き飽きしたと言ってご家老のご子息菊間様に泣きついたそうじゃないか。あ。平気でいるとは驚いた。これじゃ女房もその気になるぜ。いい加減にしろ。小勢はそんな女ではない。怒ったな。怒ったところで刀を抜くだけの度胸はあるまい。どうせ竹水だろう。泥をこねるのにも便利だからな。これ以上の侮辱は許さん。菊間様、俺を斬ろうというのか。こやつ馬鹿に白浜を向けたぞ。乱心したのか小太郎。早く取り押さえろ。はっ。よっ。構わん。切り捨ていい。はっ。はっ。貴様、何やつだ。名乗るほどのものじゃねえが理不尽なものは黙って見過ごせねえ性分なんでね。命を落としたいのか。あっと、そいつはごめんだ。もっともその腕じゃ切られる気づけやなさそうだが。その礼、愚弄したな。許さん。やった。
大丈夫か。おお、これいいとこへ。貴様らこの間の困ったもんだ。卑怯なまでばかりして。なんだと。今日は好きなだけ相手になってやるぜ。こざいたな。こいつらから先に叩き。よし、風をつかんだ。レーダンソフトドライセンサーフラップのナショナル楽園、今ビッグヨットプレゼント。よくあることですが、ノズルが見つからない。ない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 ナショナルキャニスターはここにノズルを背負ってます。あたしってうっかり屋さん。ゴミ捨ても簡単、絨毯も楽々、ナショナル掃除機キャニスター。手軽なタイプもあります。さあこれでよし。待ち止めてあげな。わかりませんな。いくらバカ息子が小勢さんに横連棒しているとしても、どう思います、あやとも。ああ、ここまで手荒な真似をするからには、何かもっと大きな理由があるような気がいたします。あなた方は。それはいずれわかります。それより何か心当たりはありませんか。ああ、私にも何が何だかさっぱり。小太郎様、大変でございます。ただいま物産方試合、田中十内様からお船が回り、唐津焼きをはじめとして焼き物一切藩が一手お買い上げになりそうです。何。ご家老月岡田沼様のご命令だそうで、問屋総代として井筒屋が選ばれたと聞かされました。そんなバカな。一手買い上げなどされたら、手間暇かけたいい仕事なんかできなくなってしまうぞ。私も信じられません。技を競い、空を重ねた唐津焼きの一品など完全に姿を消す。天下に恥をさらけ出すことになるぞ。ご隠居様、どうやらつながってきましたな。お前が主か。はい。村田小太郎をかくまっておるであろう。いえ、隠し立てするとためにならんぞ。おられません。なんだお前たちは。はい、ご当家に厄介になっております旅の者でございます。関わりのない者は引っ込んでおれ。我々は村田小太郎を召し取りに参った。おお、小太郎様が何かなさいましたか。乱心してご家老のご子息に刃を向けたと届け出があったゆえ、上がり屋にて司祭に吟味いたす。なるほど、そういう手立てに出ましたか。何だと。お待ちください。小太郎様。これ以上この方たちに類を及ぼすわけにはいかん。私が村田小太郎です。うん、神妙に堂々いたすな。はい、ご隠居。ひとまずこれでいいでしょう。しかし、さあ参れ。いろいろご迷惑をおかけいたしました。いえ、ご母堂様、小勢様には私からお伝えしておきましょう。気を落とさないでくれと。どうか。わかりました。何をしておる。太郎様、参れ。お役人様、お願いのぞよ。ご隠居様、奉行所なら闇雲に命を奪うようなことはすまい。でもご隠居、万が一ってことがあったら。そこは、それ、弥七。へい。奉行所へ。お母様。しかし、決してご心配には及びません。気持ちを静めて、成り行きをご覧になっててください。でも。私たちで必ず何とかいたします。いい加減のこと言わないでください。
あなたたちに何ができると言うんです。いや、それができるんですよ。うちのご隠居はね、何を隠す。いいですね。どうか大船に乗ったおつもりで。さあ。お母さん、出てってください。ただいま限り離別します。お母様、詐欺状は後で届けます。二度とこの家の敷居をまたがないでください。お母様。あなた、小太郎がとうとうどうしたらいいのか教えてください。御前様、手前どもの主がぜひお話ししたいと申しておりますので。御前様、私も伺って驚いたのですが、この度は大変なことになってしまって。それでと申してはなんですが、いかがです、この際菊間様のお力におすがりなすってや。財政がそれほど逼迫しているという話は聞いておりません。そうですか。おそらくその月岡頼母という家老が収穫を受けすために企んだことに違いない。中子さん、物産型支配と陶器問屋、この三人が連れば自在に操れるからな。ああ。そのためには唐津焼に打ち込んでいる小太郎殿が邪魔になったのではないかと思います。そこへもって息子の横連棒だ。なるほど、一石二鳥を考えたわけですね。親分からです。ご隠居様、まさか小杖さんを行かせるのでは。助さん、菊間様。おお、来たか。はい。待ちかねたぞ、小杖。小杖様、さあ、さあさあ。この間は大層恥をかかせてくれたが、今日は違うであろうな。井筒屋に話を聞いたと思うが、わしの言うことさえ聞いていれば悪いようにはせん。確かでございますか。おお、何とかしてやる。間違いなく夫の命を助けるとお約束いただけるのですね。くどいぞ、小杖。それよりお前の方の証を見せてもらう方が先だ。逆らう気か、小杖。貴様、侍の風上にもおけんやつだな、お前は。無礼者めよ。そのセリフは聞き飽きたよ。菊間様、静かにしろ。
もう大丈夫ですよ、小杉さん。それにしても短気を起こしちゃいけませんな。おっと、ジタバタしなさんな。どこ行った？ドア。お。バカ息子は私が預かっている。引き取りに来られるがいい。旅の隠居。己直ちに奴らを引き捕らえろ。待て。わしも一緒に出向くぞ。くそ。どういうつもりなんです。こんなことをして。いいから見ていなさい。顔ぶれが揃いましたよ。いいでしょう。助さん、お、カクさん、お、ああ、お、カルカさん、聞くわ。いいですね。おのれ、一人残らず引っ捕らえろ。こやつらは唐津藩に謀反を企む狼藉者だ。おほほ、今度はそういう口実で来ましたか。黙れ、じじい。そのふらしな言動が何よりの証拠だ。ああ言えばこういう。助さん、賀来さん、お灸を据えてやりなさい。お、お、従来、切り捨てや。それ。こちらにおわそうかとどなたと心得る。恐れ多くも先の副将軍水戸光圀公にあらせられるぞ。四郎の者、五郎公の御前である。戦い控えがろう。申し訳ございませんでした。あの月岡頼む。はは。物産方試合田中十内。は。その方ら、藩の名産である唐津焼を独断に言って買い上げにし、そこなる井筒屋ともども、莫大な利益を貪ろうとしたその方らの企みは明白である。追って藩公より厳しいお沙汰があるものと、さよう心得よ。はは。は。うん。なお、月岡菊間、己の欲望を遂げんがために卑劣な手段を浪せし、その方の所業、これまた厳罰に値するものと覚悟いたせ。できましたな。はい。また新しい作風が唐津焼に生まれましたな。恐れ入ります。小太郎さん。はい。小杖さん。はい。これからも夫婦力を合わせて唐津焼の工夫を続けてくれるでしょうな。はい。もったいないお言葉でございます。あ、そうそう、母御殿、ご子息は多分近々物産方支配に
出世されますぞ。五郎公様、焼き物に没頭するのも藩を思う一つの武士道、いつかは必ず報いられるものです。はい。そしてそれを陰で支えるのも侍の妻としての道、分かってくれますな。私の了見が専門ございました。許してください、小杖さん。綾殿、あなたが礼を言うことはありませんぞ。そこが綾様のいいとこなんですよ。分かってて言ってるんです。唐津の名産焼き物が危うく傷つく企みを防いでかけた上薬、見事に仕上げた水戸老公、肥前の国を後にしていった。日本人は刺身。そうだ、パーシャルしといたんです。パーシャルはマイナス3度。昭12年3月7日、徳川家康は名優織田信長の次男信雄を助けるという大義名分のもとに羽柴秀吉に向かって出陣した。一方秀吉もそれを待っていたかのように尾張の小牧へと軍を進めた。家康と信雄の連合軍の数は約1万7千、対する秀吉軍は約12万であった。28日にこの小牧山に着き本陣を置きまいた、うん、秀吉はそれを見て小牧山を取り囲むように多くの砦を作らせ本陣を楽殿に置き睨みを追っております。羽柴、徳川両本陣の間は距離にしてわずかに一里足らず。しかし羽柴方は徳川方を包囲しきれておりませぬ。その上徳川方はこの道を確保し家康の本拠三河との連絡も取れ兵糧弾薬の補給も容易でござる。ところがいかんせん兵力に劣りますゆえ迂闊には動けませぬ。秀吉はなぜ攻め、羽柴方はここにおります。敵地に入り込みすぎて動けませぬ。それゆえ睨み合いが続いております。持久戦か。おそらく。まだ小田様はまだお戻りでいないので、羽柴方に入り込んでいる徳川の忍びだ。争うことはない。正行の命を受け小牧山の両軍の本陣近くには陣八ら草の者が深く入り込んでいた。忍びじゃ、徳川方の忍びじゃ、他にもだいぶ入り込んでおることじゃろう。そしてお甲もまた一人小牧に近いところで両軍の情勢を探っていた。4月7日になって秀吉側に動きが起こった。羽柴秀次らの軍1万6千が徳川の本拠三河への侵攻を図ったのである。何、筑前の神が動いた。家康を小牧山に釘付けにしたまま、家康の領地三河に攻め入ろうと池田恒興が言い出し、
秀次が総大将となりついに南下しまいた。そうかそうか、よし、中殿が一気に徳川を押し潰してくれたらよいのにの。いや、間違いなく筑前が勝つ。何せ筑前は10万の兵じゃ。徳川が負けたらわしは甲斐に攻め込んで武田の丘陵を手に入れるぞ。しかし、ん、本来ならそのような策略を隠密裏に行わなくてはなりませぬが、それはすぐに家康に伝わりまする。家康は伊賀や武田家に仕えていた忍びを抱え込み、秀吉の本陣近くにまで入り込ませておりまする。家康の忍びの網は相当に広く、また頑丈にできていると思います。家康は忍びの力を重く見ておりまする。徳川方の忍びの力は羽柴方のそれとは比べ物にならないほど強大に思います。そうか、家康がの。羽柴軍南下の情報を捉えた家康はすぐさま出撃し、榊原康政らの別隊と協力、長久手において羽柴軍を挟み撃ちにした。徳川家康の大勝利であった。父上、徳川方の勝利と聞きました。それで思惑がすっかり外れてしもうたんじゃ。思惑と申しますと？家康が大敗したらな、北条と競うて甲斐の国に押し入ろうと思うていたんじゃ。チッ、家康め。十分の一だぞ三十郎殿。家康は秀吉の十分の一の兵力で勝った。家康もただものではないな。持久戦に持ち込んだこと、これはすごいと思われぬか。はて、いや、大軍を用意しての持久戦ならこれはわかる。しかし敵の兵力の十分の一じゃ、じっと待つというのは勇気がいる。手を出せなかったということではござらぬか。それもあるやもしれぬが、俺は家康の考えじゃと思う。それは秀吉の大軍を前に一歩も引きを取らず踏ん張っている様を見れば人はどう思う。秀吉が攻むのに難儀していたと映りましょう。それよ、もしやしたら家康にも分があるのではと人は見る。となれば、旗で戦の様子を見ていた諸方の大名の中には、家康に味方すると言い出す者も出てきたやもしれぬ。それにしても家康というお方、なんとも辛抱の強いお人よ。反対に秀吉が焦り、しびれを切らし負けおった。しかし家康も小田原の北条が黙っていたゆえ良いようなものの、攻められていたらどうなっていたことか。そのことよ。家康は北条に借りができたようなものじゃ。はい、またのこと蒸し返される恐れもありましょうと。北条に申し入れられたら、今度は家康も逃げ切れまい。沼田を北条に渡せと命じられたら、父上はいかがなさるの。承知はなさるまい。さすれば徳川北条と戦、それに北には上杉もおる。真田は岐路に立たされる。源三郎。はい。よいか。上田の城はできたというのに、親方様は何故呼んではくださらんのであろうか。城ができたと申しましても、お住みになる館はまだできておりませぬ。さようか。父上も砥石におられまする。上田には私を呼んでくださりましょうな。お呼びにならぬわけがござりませぬ。あの、もちろん叔母上も。
いえ、角兵衛のことはその後何か。父上が草の者に命じて探しておられますが、行方はいまだ。角兵衛がことで方々にご迷惑ばかり。あまりご案じなさいますな。そうじゃ久野、この源三郎は何とも思うておらぬぞ。のう、はあ、心配こそすれ立腹などするような源三郎ではない。角兵衛のことはまるで誠の弟のごとく思うているゆえ。のう、はい。角兵衛のことについてはこの私もかぼうてやるほどにな。なあに、これまで親方様から何のご沙汰もないということは許したと申されているのと同じことじゃ。私は親方様の正室、親方様は我ら兄弟が公家の出ということを誇り恐れてもおられる。親方様は何も申されまい、何もなさるまい。のう源三郎。ちと川屋へ。源三郎。姉上、源三郎様は誠は私を怒っておられるのでありますまいか。何故そなたを。いえ、ただミワと申したな。はい。角兵衛のことを案じているそうじゃな。時々会うていたことは知っておる。角兵衛はいとこじゃ。気づいていた。申し訳ございません。何も申し訳ないことはない。角兵衛は俺のようで上田に行ってもろうたが、ちと長引いておる。案ずることはない。早う戻れるよう取り計ろうてみるゆえ。はい。よいしょ、よいしょ。どうだ左平次、岩櫃や砥石の城とは地と違うだろう。はい。本丸、二の丸、三の丸にはそれぞれ堀を巡らし、フロアを縦横に配し、守るにも攻めるにも固い城じゃ。あの千曲川は天然の堀、あの川に落ちるこの高い壁は人も登らぬ城壁だ。父上はようもこの地を選ばれた。はい。他の人物なら徳川家にはばかり息をも潜めていようものを、父上は堂々と向かい合っている。父上はすごいお人じゃ。この城が出来上がったら我らもここに移り住むんだぞ。はい。どうじゃ左平次。左平次。はい。あの氏、嫁をもろうてちょっとこぎれになったの。いえ、いや、なった。嫁をもらうとそうも変わるもんか。源次郎様。さあどうぞ。妻とはどうだ。良いものか。わぬし、あれか、今までにあれか。はい。
おなごと、そのおなごとのな、おなごをこれまでに抱いたようなことはあったのか。いえ。で、どうだった？は？いや、その、初めて、なんだ、俺に言わせるのか？いえ、それが、ん？なんだ？なんともその、なんともなんだ？いえ、まあ、なんだ？では、源次郎様はまだおなごを。さようでございますか。あ、そう、さようで。早く上へ戻ると。はい。聞いたか、源次郎。はい。この度の戦ではな、徳川方の鉄砲がだいぶ物を言うたそうであろう。ノーマダゴ。はい。家康の鉄砲の数はかなりのものでございました。出来の良い鉄砲、そしてそれを扱う者の訓練が秀吉を圧倒したように思います。兵の数が少ない時、鉄砲は大いに役に立ちます。父上、これからの地、徳川羽柴、いかがあいなりましょうか。ただでは済むまいの。源次郎、今度は私がやってみよう。はっ。どうぞ。ここを方法に当てます。北条の動きはどうじゃ。今のところまだ動く気配はございませぬが、まあ、いずれは動くではあろうな。沼田のこともあるし、北からは上杉、いずれにしても真田は挟み撃ちじゃな。マダゴ、大量に鉄砲を作ってくれ。はい。人手は足りるか。お任せくださりませ。マタゴロ、今一度。はい。どうぞ。おお、陣八か。角兵衛はいかがいたした。いえ、まだ。実は。何だ。角兵衛様探索に出ておりまいた才助が国蔵山の山林で殺されているのが見つかりまいて。どのような殺され方じゃ。首の骨が折れておりまいた。よほどの力で締め付けられたものと存じます。
いよ島与太。手を離せか。源者には私が弟だと知っておられたか。いかがじゃ、いかがじゃ、知っておられたか。いかが、動かれますな。怪我の手当てをしますゆえ、襲うたのは樋口角兵衛様でございますな。知っているのか。はい。そしてあなた様は源次郎様。そなたはお幸と申しまする。動かれますな。ここは別所でござりまする。砥石に戻られても角兵衛様に襲われたことは申されぬがよろしゅうござります。きつく縛りすぎまいたか。いや、あの、はい、いや、草の者のお子か。はい。何か。いや、いかがなさいました。
いたのか。はい。いや、すまん。源次郎様は女子の肌を見るのは初めてでございますね。では私は先に上がります。他の者の女はお嫌いでござりますか。お甲という名を時々聞いていた。はい。一体どのような女子かと思っていた。どうお思いでございまいた。左平次はきつい女子だと申しておった。源次郎様は。うん。はい。どのような鬼ババかと思っていた。あ、許せ。私は鬼ババでござりまいたかい。いや違う。それは私の髪の毛。何か匂うな。良い匂いだ。夕方湯殿で嗅いだ匂いと同じだ。表に白木蓮の花が咲いておりまいた。白木蓮。はい。その匂いか。はい。じゃが昼間は匂いもしなかった。お気づきにならなかったのだと存じます。明るいうちは目に頼り、耳や鼻の働きも紛れますが、夜の闇の中では人間も獣と同じでござりまする。体中の五感やこの手で何かを感じるのでござります。俺は今日より白木蓮を好きになることに決めた。何故でござりましょう。
とにかくそう決めた。お甲も又五郎と同じ武田の忍びだったのか。いえ、又五郎様はご存知の通り武田家の忍び。私の父はもともとは甲賀にございます。甲賀？はい、父は増杉一蔵と申しまいて、甲賀の山中大和守に属する忍びでございまいった。それが何故に武田へ？棟梁の命となればいずれないと参りまする。棟梁は利を求め、諸方の大名に手下を送りまする。私の父もそうやって武田信玄のもとに送られた忍びの一人でございまいった。父は甲斐の国で妻をめとりまいった。又五郎様の遠縁の女で、それが私の母でござります。ところが甲賀の棟梁は甲斐にいる山中忍びに総引き上げを命じたのです。その頃台頭してきた織田信長につかせるためでした。その時総引き上げに応じない者が4人おりまいた。そのうちの一人が父でございまいた。その時から父は裏切り者となり、ついに同じ山中忍びの手によって殺されまいた。そのことはいまだに尾を引いておりまする。裏切り者増杉一蔵の娘と知れば私も狙われましょう。我が父上のもとへ参ったのは何故じゃ？又五郎様に誘われ参ったゆえ。真田の親方様なれば私も良いと思い参ったゆえ。良いとは？父は常々申しておりまいた。忍びの者とて厚吉を持っていると。かつては甲賀にも温かい血が流れていたが、今はそれも冷めてきたと嘆いておりまいた。同じ甲賀同士でも心が冷えてきていると。父がそう引き上げに応じなかったのは、信玄公という立派な主を失いたくなかったのでございます。うん。信玄公は他の大名とは違い、忍びたちは油断がならぬとか、卑しい奴どもとは決して思ってはおられませなんだ。信玄公は真田の親方様でさえ通されぬ官業の間に、私の父のような忍びの者をお入れになりました。忍びとて人の子、人の子の温かい血が冷えては、まことの忍び働きはできません。そのことを真田の親方様はよう承知しておられまする。さようか。はい、うん、私どもを人の子として見ておられまする。疲れはせぬかと声をかけてくださりまする。休んでいけとも申されます。私の杯に自ら酒を注いでくださりまする。このような主は他にはありますまい。
又五郎様も私もそれゆえ真田家に参りまいった、うん、又五郎様にしても私も損得や義理だけでは動きません。このお方と心に決めたお人のためならばいつにても命を投げ出しましょう。とんだ長話になりまいたな。いや、秀吉と家康の戦いは終わりまいても真田家はこの町大変なことになると存じます。そうじゃな。お甲もその渦の中で働くのじゃな。はい。じゃがまたこうして。私はこれにてお見送り申しまする。そうか。馬はこの先につないでおきまいた。うん。あ、もし。お持ちくださりませ。では左平次、お帰りなさいませ。花生を用意しろ。は？この花は俺の部屋に飾る。ああ、白木蓮でございますな。あ、主この花を知っとったか。はい。あ、そうか。では、早速。うん。少しは落ち着きなさりませ。ん？ああ、そうじゃったわ。うん、まるであなたのお子のように。無事に産んでもらわねば青の神様に申し訳が。この名くるみ城に預けられていたお徳がこの日無事出産した。女じゃ。あ？いやいや、お得よお得。
女を産んでくれたんじゃ。生まれましたか。いや、女でよかった源次郎。おめでとう存じます。うん。妹か。いや、まことな、これが男であったなら岩水の女房殿がまた。いや、女でよかった。